毎回僕ね、ここ、
数年前から非常勤で来てるんですけど、まあ、いろいろ毎回やる内容を変えてて、で毎回その場で何やろうかな適当に考えてやってるんですね。でだけど毎回これを書くんですよ。でここに何入れますっていうのが最初のお題なんですけど、みんなだったら何入れます？世界地図、ここです。まあ別に単語じゃなくてもいいんですけど、何入れます？何でもいいですよ。じゃあちょっと全員出してみましょうか。ちょっと全員出してみましょうか。なんだこの先生は、立たされたなんて今までなかったし、なんだこいつ、なんだ舐めてるのか世界一舐めてるでしょ、プログラムでいいです。何でしょ、楽しい。おお、楽しい、楽しいって言ったんですか。うざいですかね、いろいろあります。まだいっぱいありますけど、むずいね。でも
同じことを伝えるんですよ。だから伝えることは、まあ、正確であった方がいいです。正しい方がいいです。間違ってないよりね、間違ってるものよりは正しい方がいいんですけど、結局伝わらなかったら間違ってるか正しいかとかどうでもいいことになっちゃうじゃないですか。じゃあ伝えるにはどうするのって言ったら、表現をどうするかにかかってるわけですよっていう話なんですね。だからそのためにレポートっていうのもその訓練としてやってるだけの話なんで、わかります。だから俺正しいか正しくないかっていうことにあんまり興味がないっていうか、俺も興味がないし、多分そのあんまりそのこれから先問われないわけです。正しいことは Google で調べればみんな分かりますからね。分かるでしょ、 Google じゃないですか。 Google りますよね。で、なんだろうなこれって思ったらすぐ答え出てきちゃうじゃないですか。で、俺がなんか間違ったことを言ったとして、これが正しいと押し付けたとしてですよ、そうすると先生の役割って何すかって話なんですね。でもあいつの表現はちょっと俺にこう響いたんですね。あいつの表現だからこそ俺は聞く気になった。あいつはなんかこうちょっとね、いや、ちょっと他と変わっててやばいやつだったからうっかり聞いてしまったとかなるんですけど、脈絡がないと受け取れないですね。で、まあ皆さん例えば高校とか中学で好きだった先生います、好きだった先生います、どういう先生か分かりませんけど、その先生はなんでその先生好きだったのかってことをちょっと考えてもらうと、その先生の表現で話したんですよね。間違いなく教科書にあることを暴力してる先生だといらないんです。絶対に。でですね、まあだから、先生になる、ならない別としてですね、皆さんもそういうことを、ちょっと、これから4年間ですか、大学で、そういうことも、まあ、多分トレーニングしていくと思うんですよ。で、じゃあ、ちょっと今日はね、僕気象が専門なんで、お天気の話でネタにしてその話をちょっとしましょうということをします。こいつ今南の方に来ててやばいっていうの知ってます？知ってる人？あ、だっけ結構知ってる。これ知ってます？はい。まあ、だからね、ためになりますよ。こいつ何なんだろう、うざいなと思ってたかもしれないですけど、ためになると思います。今まさにね、今週来ますか、あいつら。わかります。で、普段別にね、天気なんてね、気にしてないっていう人もいいですよ、それは。俺もね、ほとんどね、天気なんか気にしてないんです。正直して。どうでもいいんですよ。晴れてる日に天気なんか気にしないんです。だから、こいつ来るって言ったら、その1週間だけ気にした方がいいんですよね。わかります。じゃあ、こいつ来るっていつ気づくんですか。で、自分のところにいつどれくらいのやつが来るのかっていうのは結構問題じゃないですか。普段気にしなくてもいいけど、こいつが来るときだけ気にした方がいいじゃないですか。死ぬかもしれないからね、マジで。これ、今世紀最強クラスですからね。こいつね、マジなんですよね。まあ、普段はですね、台風ですね、一番そのやべえと思うのは台風だと思うんですけど、ちょっと今日みたいに天気悪いな、雨降ってやだなぐらいの話っていうのは、低気圧ってやるんです。知ってます？低気圧知ってる人？全員知ってます？知らない人います？低気圧と高気圧ってなんかどっちがどっちなのかよくわかんないけど、あれ言葉は知ってるけど何が何なのかはよくわかんないって言います。例えば冒頭に説明するときに低気圧ってのは何だろう、自分の言葉で説明する自信がない、まあそんなもんですね。一応多分なんか中学の理科がないから言葉はやったなとかその程度だと思うんですよ。でもそのテスト通過したらその後どうでもよくないんですよ。でも、知ってた方がいいんですよ、この方って。たまにシステム起こしますからね、こいつ。いや、台風だけじゃないんですよ。そんなわけですね。今日朝送った第2回のテキストを皆様に見てください。
で立つんだよ。ちなみに第1回は受け取ってないんですよ、これ。大丈夫ですかね。テキスト受け取ってないんですよ、今。あれ、あの、前川千尋さんっていらっしゃいます前田
総合作業ですね、乗っかってるわけです。これ何人乗ってんのって話ですね。これです。これ1000人乗ってました。単位はね、何でもいいですけど、何人乗ってんのって話なんですね。で、場所によってはもっと乗ってるかもしれないです。そういう話なんですよ。場所によって違うんですっていう話で、まあ、学芸大ではね、あの何ピアスでしたっていうのを第1回でやるんです。実際測っていくから。で、屋上の上に登ってもう一回やってみようかってやると、どうなるか予想つきますかね。まあ、来週やりますけど。まあ、気圧ってこういうもんです。これ測るんですね。あ、なるほど、違う。あ、実際測ってみて違うんだ。こんなに違うんだ。わかる？なんで違うんだっていう話を、まあ、実際に外で何でもやろうってこと。じゃあ、場所によって違うの、高さによって違うのするじゃないですか。大気って深さ一緒じゃないんですよ。深さ一緒じゃなくて、こうなんか水面のようにですね、チャプチャプしてるんですよ。こうやってわかりますね。誰の上にも等しく平等になるんじゃないですか。それを測ってるんですね、気圧って。で、場所によって高かったりスリッパ行ったりちょっとしか行かなかったりするわけです。で、低い周りよりも相対的に低いところを低気圧って言いましょうっていうだけの話なんですね。こんな名前つけてるんですよ。これテストで出てこうですって言ったところで何にも意味ないよねって話なんですよ。これ覚えて書いたところで何か意味ありますかって話です。だけど、何のためにこの原理を知りたいかってことですね。ここで起こることとここで起こることが違うわけですよ、ね、ここで何が起こるんですか。こういうところでは大体どうなります。今こういうのが来てますと言ったら、だいたい自分たちは何を構えますか。明日外でサークルできるかな考えた時、チャリで駅から行けんのか考えた時に、傘いいのかいらないのかって話です。なぜ今日こっちで電気が悪いんだってっていうことを知ってる人います。冷却の電気が悪いんだ。それ知らなかったんです。忘れた、まあ多分忘れたんだ。ちょっと忘れてた。あんまり覚えてない。いや、若干うっすら。はい。そうすると、それ知ってる人と知ってない人は全然いいんですよ、知らなくて。これね、知ってる人は振り回されないです。どう考えるかね、分かってる、その先の展開が流れが分かってるから振り回されないんです。スポーツでも何でもそうですけど、でゲーム展開をつかめてる人は振り回されない。どのポジションを取るべきか分かってるですよね。流れがつかめない人は、お急に降ってきた、なんで今降るんだっていう感じになっちゃうんですね。で、これをつかんでやる、これ最低限の流れなんです。で、これ強制的に僕らの上をですね、通過していくので、これなんですね。ある日はこっちが来るし、ある日はこっちが来るし、で、この感覚が3日間隔だったり、1週間間隔だったり、季節によって違うんですね。で、この流れを使うものよっていうのを話をしようと。で、この感性が養えてる人は、絶対振り回さないんですね。あー、南から今、ああいうのが来てる。そういう流れなんだって言ったら、そういう構えをして、そういう生活をするからいい話なんですね。で、じゃあですね、低気圧って何なんだっていう言いますけど、まあ、縦で見るところなんですけど、天気図って見たことありますかね。
天気図って見たことあります？地図の上に何か線の外があると真上から見たときにこの水面をどうやって表現するかって話なんですけど、高いぞっていうところの場所はこういう範囲、ここへこんでますよという場所はこういう範囲ですというやつなんですけど、この円内に自分がいるかいないかを分かるわけです。通り過ぎるのか通り今迫り来るのかを知ってれば流れが読めるわけです。で、相対的にじゃあ同じようにね、空気が薄いってことですって言ったら、ビーカーの中の水みたいなものだと思えばですね、その水の底に僕らがあるんですね。で、そのビーカーの中で僕らがこう、水面がチャプチャプするためにちょっとずつ振り回されるわけですけど、今こっち側にいるのかこっち側にいるのかっていう話なんです。これ、低気圧と高気圧。で、じゃあですね、低気圧は天気が悪いじゃそうです。なぜか。なぜか天気が悪いんだ。なんだろう。なぜかこういう場所の方が天気が悪くなる。これまあ事実ね。事実。なぜですか。ビーカーの水面がこうチャプチャプしてるんだ。ちょっと動きを考えて。上下、何かが動くんですね。わかりますか。で、なんかこっちの天気が悪くなる。で、こっちの天気が良くなる。どうします。なんつってこれ説明します。こっちではどうして天気が悪くなる。まずね、雨雲ができやすいんですっていうことを説明するかな。事実としてね。なんでって言われてるけど、まず事実を説明しましょう。で、雲がいっぱいできやすいんだと。ね。だから事実としては、まあ、天気が悪くなるんだと。これは分かった。じゃあ次に、なんでその雲できんのって話ですね。雲ってなんでできるんですか。意外と難しいですね。こんな緩い出だしだったくせに。ねえ。で、こういうことをちょっとレポートでやって、最後にやってほしいのはですね、まあ、僕ちょっとこれからしばらくいくつか説明していきますけど、この説明が正しいって話じゃないけど、こういう流れなんだと、ストーリーのあらすじを言いますんで、それを自分でどういうふうに受け取るか、それを、そのレポートの中に、自分の表現からねっていうのが最後になります。だから別に聞いても聞かなくても自分の表現を持ってる人はもうさっさと書いていいんです。俺の話を聞かなくちゃいけないわけじゃないです。最終的に言えば今日のお題いくつかありますけど、3つ4つですもう大したことないです。3つ4つのお題に自分の表現で答える。で、このレポートの自分の表現を下に取ってボールにアクション、わかります。つまり人様にさらしても恥ずかしくないかもしれない。じゃあですね、続きいきましょうか。こいつ何度できるの。でこいつができるためにですね、上に行く動きをしていてほしい。雲を作るために、まあこれ後でちょっと説明しますけど、一応これ上に行く動きのあるところは雲ができやすいしておいてくださいね。
下に行く動きがあると、まあ、あったとしても消えやすいんです。あったとしても消えやすい。そうすると、まあ、必然的にこっちは天気良くなりますよね。そうだとしたら。じゃあなんでこのボンドで、この上に行くっていう動きが、この水面の低いところで起こって、高いところで今度は、わかります？あ、起こりそうだなっていう感覚はわかりますか？水面の低いところほど、こう行きそうだな。わかります？考えてね。なんでそう言えんの？いや、そう行くんだろう。まあ実際そうなってんだから、そう行くんだろうけど、なんでそう言えんの？ちょっとビーカーでチャクチャク刺してるとこ想像してください。それだけの話ですね。揺れてます。で、低くなってるところはどうなるんでしょう？こうなってるんですね。で、次こうなろうとするんですね。低くなってるところ、こう移動するじゃないですか。わかります？了解。いや、いいですよ、そのペットボトルで。よろしく。ですよね。今低いところは、次高くなるとするじゃないですか。今高いところは、じゃあ次逆に低くなるとしますね。これやってるんですね。で、水面しか僕らの目には見えないわけなんですけど、結局、全部がこう上がろうとしないと。もうこの水面が高くなると起こらないです。で、これ高くなるって、もし次に起こったとしたら、これ乗っかってるものが増えるってことですよね。自分らのために。そこを、じゃあどうからこれ増やすのって感じなんですね。今これしかないんですよ。これこう増やそうって言ってるんですよ。どうから増やすの？どうから？このピーカーの中しかないんですよ。持ってこれるところを限られてます。どこなんですか？どこなんですか？ここから持ってくるしかない。ないですね。すでにたくさん持ってる人から奪うしかない。こうなるよねっていう話です。そのビーカーの中ではですよ、大体これ。じゃあ真上から見たらどうなるかっていうと、まあ、いつも僕らこういうのを見てるんですけど、天気図の上から見たらこっちに行ってるんですよね。この人は周りの物を集めてるんです。周りに分け与えようっていうことをやってるわけですね。いっぱい持ってる人があげるよ、いいよいいよってやってるわけです。そういうことを、まあ、簡単だよね。そのここまで閉じた話にすれば割と簡単な話ですね。そうすると、まあ、こう上がるときには雲ができるんですっていう話なんですけど、これなんで、これ上がる場所で雲ができるって雰囲気分かる人います？ちょっとなんで持ち上げると雲ができるのか、子供になんて言ったらいいですかね。あの、正直ね、第1回でやってることを使うつもりだったので、これはあの普通はなかなか難しいですと思いますけど、あえて何もないゼロベースでね、一からちょっと考えてみてください。そういう場面あるの？そういう時一番頭使うから、
ということは何かというと、そういう時が一番鍛えられるんですよ。考えてみてね。とにかく今、現実としてですよ。空気がこう持ち上がるっていうことが起こっている場所は雲ができるんです。これ答えはあるわけです。ね。で、これなんでっていうところを何て言ったらいいのかな。こうじゃないかな。ひょっとしてこういうことが起こるんじゃないかな。こうだからじゃないか。いうことをちょっと考えてほしい。で、雲を作るには、雲を作るには、あれって水じゃないですか。それはわかりますね。水じゃないですか。で、雲じゃない前、雲になる前は水蒸気ですね。水滴になる前は水蒸気です。ここにある水蒸気があるんですけど、これを何とかして水に変えたのが雲なんです。この状態にしたいわけです。ね、これ。で、これは別に知識なくなって、わかりますね。順を追って崩していけばいいんですよ。追い詰めていけばいいんですよ。こうじゃなくておかしい。こうだとしたら、こういうことでしょっていうことを一つ一つ追い詰めてほしいんですよ。別に、そこで、そうじゃない、間違い、そのプロセスは間違いですとか、あっても全然いいので、それを自分で考えることに表現が出てくるので、それちょっとやってほしいんですね。ここに水蒸気があります。まだ水にはなっていません。雨じゃないんで。この教室に入っても今日相当じめっとしてますけど、水蒸気がいっぱいあるからですね。ね。ちょっと、エアコンもその周囲入れますか。入ってるんだよね。まあ、相当今日湿気がありますよね。これ溶けてるんですよ、水蒸気が。で、この溶けてるものを水にしたらどうなるんですか。これどうするの。どうしたら水になりますか。どうしたら水になりますか。これ多分ね、みんな経験的に知ってんの。知識としては知らない人もいても全然いいけど、でも経験的には絶対必ず経験してる。例えばわかります。ジュースの冷たいやつ買って表面にどうなります。水つきじゃないですか。あれなんですか。外はあったかくて缶の表面は冷やされるんですよね。冷やされると水になるんですよ。っていうことを経験的に知ってますよね。冬の窓の鉄とか何でもいいですけど、みんな知ってるわけですよ。そういうことが起こるから、それと同じことがこれとこれで起こるんじゃないかと。だから缶で直接冷やしてもいいんですけど、別な方法でどうやって冷やせますかって話なんですね。冷やしてもいい。どうやって冷やす。事実として上に上がるってことが起こっているんです。雨雲ができているってことも分かってる。だからこれここにあったやつを冷やしてこうしたに違いないんです。分かります。もう出てきそうじゃないですか。冷やす方法ありますか。なんで冷えるって言えるの。山の上行ったらね、涼しいじゃないですか。山のことがある人、何メートルになりますか。1000メートル以上の山に登ったことがある人ありますか。どれくらい寒いない。ああ、それもちょっと、はい、何メートル。1500ですか。どのぐらいですか。その夏のことどのぐらい気温差か。夏下界は灼熱なわけですよね。30度になる。で、頂上はどのぐらいなんですか。切っちゃったんですか。ねえ、だ冷やせるわけですよ、上に持っていけば。上ほど気温が低い世界に持っていっちゃえば、これはね、無理やりそういう世界に持っていけば
진짜 感じるのも表面と同じことが起こせるんですか。そう、水になりますね。で、空中で水になってでかくなっちゃって落ちてくるっていう話が、これ天気が悪いねって話ですね。そうそう。じゃあ一から考えますか。その低気圧で天気がなんで悪いのって話全部つながるでしょ。ごめんなさい、つなげられますか。いや、あの俺はまあこうやって繋げるよ、こういう順序でね、こんな絵を描いたりとかして、こういう表現で。で、別にね、それがしっくりくればそのまま描いてくれてもいいんですけど、あ、俺の順序では、俺の言葉では、私の表現ではこうですというのが、レポートやらとしてこうなるっていうことです。で、これがまあ最初の取っかかりです。で、特化にしては結構満足した。難しいですよ。でも天文とかは結構大変なんでしょ。ね、数式のギチギチの感じではないんですよ。だから別にそのお互いの話しててこうなんじゃない、それだとこっちはどこの可能性ないの、こんな往復で、大体ここがいいんじゃないのっていうところが落ち着いたら、大体それが最もらしいんじゃない。で、あの、話し合ってもいいんですよ。話し合ってもいいし、自分で一個ずつ積み上げてもいいんですけど、で、僕はそういうことを書いてほしいんですね。それじゃあですね、まあちょっと、ここはあえてちょっと長くやりますけど、次行きましょうか。大体もう皆さん読んでますよね、ここあの、こうじゃない、テキスト。で、今ざっくり低気圧と高気圧って話したんですけど、地球上どこにでもあるでしょう。どこにでもある。で、人間もどこにでもいますけど、生まれと育ちが違うと文化が違うじゃないですか、性格違いますよ、っていうことがあるんですね、実際に。赤道で生まれるやつと、僕らは温帯ってやつに住んでますけど、そこで生まれるやつと全く性格違うんですね。人種が違うんです、そもそも。日本人と、ね、インドネシア人っていうぐらい違うんです。で、まあ、僕ら普段一番生活で気にするのは温帯だから、温帯にいるやつだから、まずそこにいるのが温帯低気圧ってやつなんですけど、温帯にいるから温帯低気圧って言ってるだけですけど、そいつのじゃあいつ生まれてどういう一生を過ごして、そもそもどういう文化だからどういう性格なのっていう話がそこに書いてある。まあ、それが4ページの話なんですけど、4、5ぐらいですかね。どういうところで生まれるかというと、生まれ故郷の環境が全てを占めるんですよ。多分皆さんもそうだと思うんですけど、どこ生まれですか。奄美大島。奄美大島、はあ、初めてそうじゃな。奄美大島どんなとこですか。海が綺麗です。なるほど。
なんかちょっとこれ、なんか。そうすると、いや、奄美大島に比べたら何、この暑さなんて大したことないですか。台風なんて来るのは当たり前だ。いちいちこっちの人みたいにギャラギャラ触らない。ね、そういう感覚ありますよね。でもこっちの人からしてみれば、それは育ちが違う。だから、何を恐ろしいと思うか、どういう時に本当にやばいと思うか、感覚が違うんですね。それって、生まれた時の感覚が違うからです。じゃあ、まあ、彼女もね、まあ、彼女なのか、彼女なのか分かりませんけど、温帯低気圧も、どんな場所で生まれるかって話なんですよ。どんな位置だとね、生まれることになってしまうの。地球ってさ、超不公平じゃないですか。分かります？熱帯はさ、ね、いくらでも太陽の恵みを、ね、受け取っているくせに、こっちはさ、まあ超なんですか、この格差なんだっていうぐらい受け取れないわけです。まあ、年中氷張ってるわけですね、こっちはこっちで。で、格差があったら皆さんどうしようと思います？格差はあったままの方がいいと思います。なくなった方がいいなって思います。格差はあった方がいい、全員あった方がいい、なくなった方がいいと思います。で、この格差はどうしよう。交換し合えるんじゃないですかね。ちょっとそっちで何とかしてくれないの。こっちはこっちで暑すぎて困ってるわけですね。いや、本当に。でも僕らはちょうどいいところに住んでますけど、こっちはこっちでもう暑すぎて困ってる。でこっちこっちで寒すぎても困ってるから、もうお互いに、なんとか、ね、折り合いつきそうじゃないですか。っていうことをやろうとするんです、実際ね。やろうとするんですけど、すげえ暖かい空気と、すげえ冷たい空気って、いきなり交われないんですよ。わかります？知ってます？それを冷蔵庫バカッと開けるじゃないですか。冷蔵庫ですよ。バーッと冷気きますけど、その境界感じることありますか？バーッと開けると、あ、来たってなるじゃないですか。あれ境界ですよ。境界があることはいきなり交わってないってことなんですよ、うん、ちゃんとかき混ざってたら、もっとなんだろう、だん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 どんどん変わってくるから、あんまりその境界感じてないはずなんですけど、あるところからふっと冷たく感じるってことは、そこまで、その境界までが全部冷たいので、こっち側は暖かいわけになるんですね。で、いきなり交われないんです。いきなり交われないんです。来たと南からこう来ますけど、格差は何かしてほしいと言ってきますけど、いきなり交われないので、境界ができてしまうっていうのが前線なんですね。それが5ページに、ね、こんなイラストを描いてるんですけど、全然ってことはしてますね。なんかあいつも天気悪そうじゃないですか、いろいろね。こいつが先なんです。こいつが先なんです。で、これ境界ができるのは、じゃあまあ、わかった、あの格差是正の最初のね、1ステップとして、まあ交わらない、交わろうと思ったけど、まあ交われない、急にはしょうがない、そうするとこう境界ができてしまう。これが最初の境界を何
たりするんですよ。言いませんけど、書いてますかね。それ言いませんけど、そういうことができる。で、最初そうあって、その上でできるやつのことなんですよ、音体的やつって。こういう生い立ちから、こういう背景で生まれたやつって、そういう性格で一生を過ごす。そうじゃないやつもいるんですよ。ちなみに、あの来年今週来る台風ってやつは全然別です。だってやつは熱帯で生まれてくるんで、全く関係ないですよね。この格差是正のストーリーとしては全く関係ないんですよ。台風ってやつは全く別なんだよ。で、まあ僕らは年中大体遭遇してるやつはこういうやつです。こうやって生まれる。ある段階からやんちゃになってくると、少しずつ。で、デイジャルの周りって高圧なんですね。自転の影響ですってスマッシュもありますけど、まあ、なぜかこうグリンって曲がりながら来るんですよ。ただまっすぐこうじゃないんだ。じゃなくて、ここだけちょこんと低いってなると、こういう渦になるんですよね。で、こっちが今あったかいで、こっちが冷たいで、あるところに渦ができたとすると、必然的に絶対起こなきゃいけないことが次のストーリーとしてあるんですね。わかります。そのストーリーを追っかけてるんです。そのストーリーに僕ら振り回されてるわけです。だからやんちゃな時にこの子に出会うとか、もうなんだ、ほとんど死にゆく運命のこの人に会うとか、全然違うわけです、話が。で、それ知ってて受け取ってる人と、ね、とにかく明日は会うんですよ、天気予報の答えだけ受け取ってる人は全然違うでしょって感じですね。わかります？答えとして雨ですよって 50% の確率ですとか、まあ来ないかもしれないですけど。そして答えだけで受け取ると、外れた方だけを意識するんですよ。外れたじゃないかって話になっちゃうんです。だけど、でもこのストーリーをしてて、今こういう育ち盛りのやつが来ていて、それによって雨が降るんです、確率は 50% です、降ったとしてもやばいんだっていうことは、このストーリー次第なの。降ったとしても大したことないわけじゃないです、同じ 50%。 その答えを受け取る意味ってあんまりないわけです。ストーリーを理解しないと。例えば連ドラ見てて、結末だけ知ってても意味ないんですね。誰と誰がどういう会話をして、いろいろあったけど結果的にこうなったっていう話じゃないですか。そのストーリーに意味があるんです。で、そのストーリーに共感したり感動したり、それはないと思ったよね。そこに意味があるんで、結果的にあいつとあいつは分かりました、あいつとあいつはくっつきました、それだけ聞いても何も面白くないし意味もないんですね。で、今そこに書いてあるのは、そのテキストに書いてあるのは、まあ、ストーリー、あらすじの、例えば典型的な例です、鉄板でやるんです。だんだんこうなってくる。だんだんこうなってくる。じゃあ、一個だけまた一つ聞きますけど、こういうルールができました。こっちが冷たいです。こっちが冷たいです。こっちが暖かいです。でなぜか次の段階でこういうぐにゃってなるんですね。ぐにゃってなるのは、これ何だろう、これ絶対理由があるんです。なんか絶対理由がなきゃ起こらないんです。こういうもんだって覚えるもんじゃなくて、さっきの簡単な電気圧の話もそうですけど、絶対理由があるんですね。こうなんなきゃいけないんです。この低気圧を中心に、こっち側とこっち側で起こることが
同じようにやってたはずなのに、冷たい方が負けるんですよ。で、温かい方が勝っちゃうんです。こっちが勝っちゃうんです。何か頑張ってるんだけど、冷たい方が負けてしまう。だからまあ、この境界としては左側で、こっち側は逆です。冷たい方が勝ってしまうので、どんどん南に行く境界を、で、西と東で、西と東で違うところをこれからこういう仕上げた形になるんですけど、なんで勝つんだろう、こっち側。
冷たい空気優勢の方が早いんだ。なんで？なぜか。不思議すぎてわけわかんないですか？いやでもなんかそんな気もするな。思えるかどうかですけど。じゃあですね、もう一回縦に考えましょうか。ここをどう見るかなんですけど、7ページ見てください。
さんおばさんになって、おじいちゃんおばあちゃんになって、でその寿命のどこのやつが、ね、自分の真上に来てるのか、あるいはその寿命はどこのやつのここが引っかかりそうなのか、ここにかかってくるのかっていう話なんですよ。僕らがこう毎日振り回されてるのは。っていう、まあ、その彼らの生い立ちと性格と一生を皆さんなりに考えてください。この人たちはこういうふうに生きてると、ね、友達付き合いでこの自分の友達でこの人はこういう性格だ、こういう行動パターン分かってるから付き合える。でもその例えばまあ中には破天荒な人がいて、次の瞬間何やらかすか分かんねえっていうやつもいるわけです。例えば飲んだら何やらかすか分かんねえそういうやついますか？このクラスにいないですか？ね、飲みすぎると何やらかすか分かんないっていうのは、でもまだ君ら飲んじゃいけないのか飲んじゃいけないけど、うん、きりは言わないけどみたいな感じなのかな。まあいいです。でもそういうやつはいるんですよ。次の瞬間何やるかわからないと振り回される。でも分かってるわけに振り回されない。いつもこいつ、あいつはもうこうなったらこういうパターンなんだ、そういう話です。天気予報も毎日見てれば振り回されないからそうじゃないです。こいつらの性格をちゃんと付き合えてれば振り回されない、それだけの話です。ということがですね、まあ、今日のお話的なところですね、もう大体9話おしまいです。おしまいですけど、まあ今週ね、せっかくほら、あいつ来てるじゃないですか。台風です。8ページですけど、ここはね、レポートには特別、なんですかね、直接的にはないんですけど、ビデオ見てくれた人いますね。NHK の。ありがとうございます。ね、無駄だったな、10分間の話でした。どうですか？面白いですか？どこが、ほーっと見ましょう。ここまでやるのか、この人。風ね。何はもう決心を食うことですかね。はい、どこ見ました？サイドから。まあ大した意味じゃないです。
あの、いや、いいよ。これはレポートに関係ないです。レポートにすら関係ない。でも、知らない人が多分大半で、ね、多分大半ですよね。おそらくね。いや、私も全然知らない。ひどくなる。ひどくなる。でもこれ知らないのは死ぬなって思うでしょ。やばいなって思ったでしょ。やばいんですよ。まあ、ちょっとね、台本の詳しい話はあんまりしませんけど、今日。はい。今ね、今世紀最強と言われる台風8号、ノグリって名前が付いてるんですよ。知ってますね。ノグリ。ノグリじゃないですよ。ノグリ。韓国語で、タヌキだそうです。まあ、いいですよ、名前はね。ノグリじゃん。ノグリだったんですよ。ノグリ来てますか？ちょっとね、まあネットでもいいしテレビでもいいですけど、ちょっと見てください天気予報。こんな感じになってると思います。まあ、日本ですね。この辺から日本入ってた。で、この円がついてるんですよ。見てわかります？これね、この円の意味なんだか知ってます？なんで台風だけさ、いや別にだって他の低気圧なんかいちいち考えないじゃないですか。こんなの台風だけついてるんですよ、この円って。こうだと、これなんだか知ってます？中心の位置かな。どこにあるのか。そうですね。はい。あのね、結構な人が、いや、いいんですよ。結構な人がですね、この円の意味をこう思ってるんですよ。あの、もしこう思ってる人がいたら教えてあげてください。もともと知ってるかもしれないですけど、この台風が今ここにあります。だからやばいよって言ってるんですけど、だんだん大きく強くなると思ってる人が結構いる。あ、そう思ってたって人います。まあ思ってるんですよね。まあ結構いるんですよ。全然、まあ間違ってますけど、間違ってることを責めるんじゃなくて、これ違うんだよ。知っといてくださいね。で、多分本当に間違えてる人いっぱいいますから、それで見つけたら教えてあげてください、ね、あの、自分も間違ってたっていう人の話は聞きやすいんですよ。わかります？俺も間違ってたんだけどって言われると聞きやすいんです、話。そういうもんなの。だから間違ってた人のがちゃんと伝えるってのが一番大事なんです。この表現ですよね。で、これはですね、この今台風ここにいますと。で、24時間後にここに来るかもしれないし、ここに来るかもしれないと。ここに来るかもしれない、この円の中のどこかに来るかもしれないよっていう可能性の範囲を示してるんですよ。大きくなるとか小さくなるとかそういう関係じゃないんですよ。強いとか弱いとかじゃないんです。まあ、これもね、確率の問題なんで 100% 入るとは限らないですよ。だけど 70% 以上の確率でこの円の中に入ってるよという円なんですね。だから中心から例えば24時間後100キロ以内で、まあ、これ ある意味正確に予報できる半径100キロ、ここに まず間違いなく来るだろう。つまり沖縄にはまず間違いなく来るでしょうと言えるんですよ。24時間48時間、72時間とかになってくると、当てるの、むずいじゃないですか。難しいですね。それはわかりますね。明日の天気よりも明後日の天気が難しいんですよ。で、1週間後なんて、なんか相当難しいですね。だから、これってどんどんでかくなるんですね。なんでかわかります？
ね、結構皆さんの天気予報はなんで外れるんだという質問をしてた人いっぱいいましたけど、最初は当たってるんですよ。次の1時間に関してほとんど当たってるんですよ。でも次の3時間でこれぐらいのズレが出てるんですよ。でこの予報はね、こっちだと予報したとするじゃないですか。で実際はここだった。まあでも大したズレじゃないから、この時点では大したことないんです。当たったことになってるんです。でもこのズレがどん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 でかくなりますよね。だってこういくって思ってるわけです。時間が進めば進むほどこういくって予想しちゃうんですよね。でもちょっとのズレがどん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 話が変わっちゃうじゃないですか。でこれは何、全然違う話じゃないですか。こう外れですよ。これですね、外れるってこういうことなんですよ。最初はちょっとの誤解だったんです。でもそれをほっといたがゆえに修復不能なぐらいにこじれちゃったっていう話はあるじゃないですか。でもちゃんと例えば1日おきに、ね、1日おきに、だから1日後はもうほとんど当たってるんですから、1日後にここに、じゃあ例えばここだとしましょうか。次の予報はこうなるんですけど、1日おきに見てれば、ああ前大体当たってるなって感じるはずなんですよ。ですね。でもこの時点で、ああもうこうなんだと思っていてですね、大きくなるんだな、その中心がここだな、まあ自分の家はここだから関係ねえやと思ってするじゃないですか。外れたって話に3日後になりますよね。で自分がどういう目に遭うかはまあ分かりませんけど、結果的に運良くと運良くなのか運悪くなのか分かんないですけど、こういう捉え方すると外れたと思うんですね。でまあ普段はいいですよ、大したことは起こらないので。でも台風が来た時だけは1日おきぐらいには必ず見てほしいですね。まあ、できれば相当、例えば明日、明後日、しあさってってなった時に本州に近づいてきますよ、なったら例えば3時間起きた、もうその日だけは3時間とかね、した方がいいんですね。いや、例えばしなくていい備えをしてしまうかもしれないし、した方がいい備えをしないかもしれないですけど、どっちもいいんですけど、これどっちも困るじゃないですか。まあ一つはね、この円の意味を分かっておいてください。これはみんなが悪いんじゃなくて、知らなかったらみんなが悪いんじゃなくて、誰も言ってないですよ、言ってないです。本当は絶対これを最初に教えた方がいいと思いますけどね。俺は小学生に教えた方がいいなと思って小学生に教えたんですけど、だって小学生だったら分かるじゃないですか。難しい話じゃないですよ。ニュース見てこの円何って三択クイズとかやって、2日後どこに来るかなってやって、まあ子供たちの半分ぐらいはちゃんと当てるわけですよ。そこそこのことやる大したことじゃないんですけど、大人の半分がですね、強く大きくなるもんだと思ってるからクイズを外してしまうわけです。それ困るでしょって話なんですね。なのでぜひね、知らない人いっぱいいると思うんで教えてね。わかりませんけど、この授業を受けてない人で知らない人絶対いますから、まあ無理に話題に上げなくてもいいですよ。あげなくてもいいですけど、今こういうタイミングじゃないですか、ね、来週来ます、あ今週中に来ますよ、間違いなくね。そういう時だったらまあ話題になりますよ、どっか で知らない人は絶対知らないので、そうみたいな簡単な話なんで、ね、ちょっと教えてあげてくださいね。で、まあその時にその友達との関係性だったり、親だったり、ね、兄弟だったりするかもしれませんけど、その人によって全然表現違うはずなんですよ。なんていうか、同じことを伝えるのに、わかります？同じことを伝えるのに相手との関係性が全然表現違うんですよね。それのすごいいい例だと思うんで、これちょっと練習してみてください。これ、まあ、レポートとは関係ないですけど、で今日のレポートも誰に伝えるっていう想定で書くかで全然表現変わるんで、
マリノスに誰に伝えるという想定をするかは自分で決めてくださいねっていうことです。じゃあね、まあタヌキに騙されないから皆さん、これですね、ノブリーです。タヌキの話、まあ誰かに仕上げてください。それじゃあですね、お話はこの辺にしておきます。30分開始します。30分。